ドトネ、エちゃん。第21週。つねこ。子供たちの面倒を見る。第122回。あらすじ。星野が家へ帰ってくると、つねこがいました。大輝は布団に寝ていて、青葉はつねこの膝の上で寝ていました。つねこは、風邪をひいていたようで、熱があったんです。でも、もうだいぶ下がりましたと説明します。青葉も布団に寝たので、今へ移りました。星野は、大輝の名前は自分がつけたが、青葉の名前は妻のかな子がつけたと言います。星野が、会社の全体会議で木曜だけ抜けられないと言うと、つねこは、星野さんがお帰りになられるまで、私が顔出しましょうかと言います。玄関の桔梗の一輪挿しについて、星野がうんちくを説明するので、つねこは、おかわりありませんねと笑います。小橋家で、よしこが、つねこと星野について、せっかく再会できたんだから、今からでも二人がうまくいけばいいなって思うんですというのを、きみこが微笑みながら聞いてました。あなたの暮らし出版、トースター試験60日目、商品試験は最終日を迎えます。つねこが、一年分1460枚、すべて焼き終わりましたと宣言しました。トースターの前に、それぞれのトースターで焼かれたパンが並んでいます。壮観ですね。島倉が、一年分焼いてみて問題なしのトースターはなし。こんな結果になるとはなぁと、呆れ、すみこは、危険性のあるものについても、正しく伝えないとと言います。つねこは、元木に最終結果を写真に収めてと頼み、花山に原稿をお願いしました。編集長室から出てきた緑が、大丈夫かしら、花山さん、原稿、まだ白紙だったからと心配します。やがて花山が瓶を手に出てきて、蛇口をひねって、水を入れて、また編集長室へ戻っていきました。松永が、まさか、遊んでたりしてと、からかうと、よしこは、簡単には書けませんよ。この試験結果じゃ、どのトースターも酷評することになると思います。花山さんは迷子迷子、全身全霊をかけて雑誌を作ってるじゃないですかと言います。水が入れられた瓶に、万年筆が入れられると、インクが広がって、夜に変わりました。素敵な描写でしたね。その日、花山がペンを取ったのは夜も更けた頃で、つねこは花山に寄り添うように遅くまで残っていました。続く。